このセットには、あわわくん、ボコボコくん、ベイベイくん、なになにくんが入っています。情景はついていません。グロースバンバンとは、今井さんが1983年に一箱300円で発売した、ロボダッチに続く、面白キャラクターのプラモデルなんどすえ。今井さんとしては、1984年の飛行中隊ビートラスなどと同様、キャラクターキット末期の商品だったのでございます。1985年に今井さんが、ロボダッチを除くキャラクターキット事業から撤退したために、おそらく、当時発売されたキットが現存する全てと言える希少なキット。発売された当時も告知などは誰も知らず、ガンプラやマクロス、はたまた、ダグラムのキットを買いに行ったが近所が、模型店で、いきなりのファーストコンタクトをしちまったってわけなのよん。誰がこんなもん買うんだよ。巷では、スピルバーグ監督制作の E.T. や、水曜スペシャルの川口博士シリーズが人気だったご時世、ファーストコンタクトっていうのは、ガキンチョの憧れでありましたん。謎の原子エンジン、バーゴンは実在した。脅威、幻の魔獣バラナー号、スリランカ奥地密林に追え。小山に土の子を探しに行ったり、池や沼に巨大生物を探しに行くのは、ガキンチョの行為として全くもって正しすぎたものよのう。その際、当地の原住民と戦うこともあるもんで、友達と連れ立っていくのは当然だったのでございます。おやつは300円までね。そんなご時世だからして、初めて見るプラモをね、とんでもなく貴重な代物として、勘違いしちまうのも無理もないのでございやす。これは、僕だけが知ってるプラモデルかもしんない。なんて思ったりなんかしちまって、そういうガキが俺みてえになるってわけだよ、こんちくしょう。そうだそうだ、クリームそうだ。ありていに言えば、コミカルにディフォルメしたカラスの兵士のプラモデルなのでございます。大きく分けて、小さいフィギュアのセットと、大きいフィギュアが1個入りのキットがあったのよん。ジオラマやグイネットにして遊ぶのが、モデラー的には正しい楽しみ方だっちゅうの。当時はまだファミコンがブームになる前でして、プラモデルの人気が減速していたとは言ってもね、ガキンチョが腐るくらいいたご時世なんで、そこそこの需要はあったのですよ、そうなのよ。まあ、最近のスマホユーザーくらいは目についたものだと思いねえ。嘘だー。キットの値段は300円、ディフォルメは今見ても秀逸。そして、色分けは今見ても最悪。社会に出てからも、プラモデルが趣味の知人から、昔、カラスのプラモデルってなかったっけ？などとたまに聞かれる伝説のキット。ああ、あったねとは答えたけども、俺が正確に覚えてるわけがねえのでござりまする。調べようにも、ネットもない時代に調べられるはずもなかったものなのよん。そうだ、その通り。ちまちまジオラマを作って飾るのが、飯よりも好きなモデラーには好評だったらしくてね。300円という低価格もあって買い求めたモデラーは多く、評価もそこそこ高かったのだと、皆さんおっしゃるのでございやす。たまたま、モデラーでいうところの、完成させるのが怖い病の知人がおりまして、やたらと詳しく、このキットのことを教えてもらったりしたものなのさ、そうなのさ。そうだっけ？完成させるのが怖い病とは、積みプラモデラーではなく、かなり熟練の域に達したモデラーがかかる心の病である。キットを作り始めてだいぶ経ち、あと一歩で完成を見る。それなのに、それなのに、もっとこのキットに手を加えてみたい。このキットを作り続けていたいというよもすえな欲求が湧き起こり、打足とも言えるディテールを加えてみたり、完成の一歩手前で最後の仕上げを躊躇してしまい、キットを完成させられないという症状が特徴なのでございます。知らんがな。キットは、成型色が2色でデカール付き、ペラペラの解説書だけでなく、オリジナルの小冊子が入っているのが超素敵。今井さんのプラモデルだけに、小粒ながらパーツの精度は上々、細かく壊れやすいパーツも多い中、ヘルメットの抜きは素晴らしいの一言なのでございます。色分けが最悪なんで、くちばしを白く塗るのが厄介千番。くちばしが黄色とか言ってたやつは色を塗ってなかったにちげえねえ。てか、なんでくちばしが白いのかわけわかめだったものなのよん。その通り。ガンプラブームの頃は、この手の不思議プラモが大量に発売されてたわけでして、30年以上経った今、そのほとんどが忘却の彼方にあるわけなのよ、そうなのよ。しかーし、ガンプラなど、当時のプラモデルを買った際、それと込みで思い出すのは、まさに、神様のいたずらというしかねえのでござんすねえ。なんせ昔のことなんで、はっきりと思い出せずにモヤモヤするおっさんモデラーも多いって話なんどすえ。仕方ねえんで、SNS や、J 袋で聞いたりするパティーン。お、あったよ、ありました。ところがね、載せてるやつもいい加減なもんで、記事がわけわかめなことも多いのだー。ほんまかいな。次回のキットは、これだ。